徴で、ここがね、あの鹿のソレイの王とかっていうののここの川バージョンで、まず一つ目で、わざとね、あの何回死んでもいいので火つけたやつはもう 1は1でカウントされるので、まず簡単なところから2つ、はい、ここで1だよね、まず敵いないから1個つけられるよね、はい、そしたらここ左、はい、敵ね、あのここ隠れてる敵が多いので行って、まあ、火つけてしまったらまたスタート地点に戻ればいいだけの話で、ここでね、2つ目でしょ、2つ目、はい、そしたらスタート地点戻りましょう。はい、今現状は2つ火つけたことになるよね、2つ火つけたことになるよね。じゃあ次ね、ちょっとここら辺ね、テクニックが必要なんだけども、あの3日ればね、ピカーっていうのにね、3日ればね、で、今2つなので、じゃあ3つ目いきましょうね、3つ目って話になってくるわけ、当たったし3つ目、はい、ここで3つ目です。じゃあ戻りましょうってことだよね。はい、じゃあ4つ目探しに行きましょうって話で、今ここと真っすぐのものを取りに行ったよね。じゃあこっち行ってみましょう、右側で。そしたらあの別にね、あのここセーブポイントを利用して動いて全然いいので、でさっき言ったように何回死んでもいいので、つけたものはあの1カウントとしてねカウントされるので、全然あの死んで問題ないです。でそしたら次どこ行くのって言ったら、あ、ここ歩く必要ないからね、そう、あの壁伝いっていうかね、あの何このミニ伝いっていうの、あのミニ、とにかくミニで、そうするとほらあるよね、これで、はい、4つ目ってことで、じゃあ戻りましょう。はい、今4つ目を、うん、終わりましたということで、はい、行ってここあの3つ目のところね、で左側はね、あのないからね、当たってるし、まあこれまともに食らうとね、本当にとても痛いので、はい、ではね、4つ目についてなんだけど、4つ目はね、あのここに戻りましょう、ここに戻りましょうっていうかね、あの南にとりあえず5つ目戻って、ね、火つけましょうっていうことなんで、これ今ボボボボボボって火ついてるでしょ、ちょっとここ当たってるし当たってるしでここでね、ここで5つ目つけてもらいますっていうことで、じゃあまた戻りましょう。もう見えてるね、もう見えてるけどね、じゃあね、6つ目いきましょうって、さっきもう見えてんだけどさ、ここだよね、ここね、ほい、渡れない、ジャンプできないけど、まあいいや、あの、はい、でここにもね隠れてるんでね、ほら2体くらいいたかな、はい、じゃあね、ここもやったので、6つ目かな、戻りましょうって、戻るよね。でそしたらあとはこっち側からもうあの行こう、なぜかっていうと
一番最初に説明したかとは思うんだけども、敵の配置が要するに南から北へ進むような配置になってるから、もう敵が南に向いて弓を待ち構えてるのね。だから、ここにまだ来てねえよっていう人は、そのまんま、とりあえず、なんて言うんだろう、その燭台っていうか、あの塔に火つけないで、ここまで突っ走ってもらうっていうお話になります。はい。ね、もうなんか、後ろからさ見るとさ隠れながらさ弓矢も撃つ状態満々じゃん。まあなのでね、ここあの普通に倒してあの進んで全然問題ないんでね、あの倒していただいて結構です。でまあちょっとここら辺はフェイントをかけながらね、そうするとあるよねって話だよね。ここにもここにもあるよってお話でしょね。戻りましょうってことで戻ったんだけども、余裕がある方は別にあのまあこれに限らずなんだけども、別にその連続でねあの火つけに行っても構わないのよ。まあここさっきのところだけども、ここつけた後にまあなんならね全然あの問題なスイングで敵倒したよっていう場合はすぐこっち右側行くとね、ここにもあるのね。しっかり当たってるけど、まあだからここね駆逐しても駆逐してくる方が楽なのかなって思うんだけども、もうこれだけよやることって。であとはあれ見慣れた景色だよね、戻ってきたよねって話で、そのボスのところに行けばいいだけの話。多分これでこのねあの小動物もめんどくさいからね、ぶつかったりするからね、倒しちゃってもいいのかなと私は思ってるんだよね。でそうするとさっきのところ戻ってきたよねって話じゃない。ほらこれで全て、あ間違った。で、北からのおさらいをすると、ただあと南に行って全部一応全部火つけたと思うんだけども、まあ広いかな、かなり広いかなって感じかな。行ってよ。まあここら辺はフェイントをかけてもらうとして、おいでね、この小動物 すっごい邪魔だから、まあ逆に言えばあの小動物を倒しやすい場所でもあるよね。何らかの形であの引っ張ってきて倒す技とかね、隕石とかいろいろで、これで入れば OK みたいな感じで、ここでボス戦だよってことだね。ヒットポイントじゃなくてマジックポイント損するんだろうなとかと思ったら、そんなことは特に考えなくてもよかったみたいな。そしたらば、もう多分これでいいんじゃないかな。あ、弱えわっつって言いながら自分食らってるけど、楽だわ、初見で倒せたね、楽だわ。